いちごのカプレーゼ混ぜて終わりです。ケチると美味しくないから。サラダですか、デザートですか。面白くない。美味しいです。美味しいでしょ。前菜が一番最初に出て一番盛り上がるから。ジャンボココロチャンネル、クッキングエンターテイナー大西哲也です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はっきり、はい、久々にね、やっぱりはっきりと春めいてまいりましたね。春分の日を超えたあたりからめっきり、はい、紫さんがね、はい、ツイートで、はい、いちご狩りに行ってきたと。あ、行ってきたんです、はい、いちごの季節かと。なるほどと。果物を使ったおつまみが1個あるからやろうかと。あ、なるほど。思います。で、これワインに非常に合うおつまみです。赤も白もいけちゃう感じ。ホワイトデー対策になる。確かに。いや、白彼女の家行って、いや、じゃあちょっとホワイトデーで俺が料理作るよっていう時に作ると非常に喜ばれるメニューです。そうだね、はい、いちごの季節だし、はい、ね、このが出るのバッチリだなと思って。なるほどね。いちごのカプレーゼ。カプレーゼってさ、ロピアさんとさ、やったやん。あれだ、うん、あの3色のやつ。楽しみに見ていただきましょうか。それじゃあ作っていきましょう。ホワイトデーに最適なワインに合うおつまみ、いちごのカプレーゼ。いちごですね、はい、いちご、モッツァレラチーズ、ディル、ハーブですね。オリーブオイルといい塩があったらいいなっていう感じですね。あとホワイトペッパーなかったら普通の胡椒でいい。ブラックペッパーは違うかなって感じ。入れるならテーブル胡椒の方がいい。実はいちごじゃなくてもいいです。甘さと酸っぱさがある果物、キウイとかパイナップルでもいいし、甘めだけど柿とか桃とかでもいいね。有料級の情報なんですけど、イチジクは女性がめちゃめちゃ好きなんで、イチジクめちゃめちゃ美味しいと思う、これ作ったら、オレンジとかでもいいってこと。オレンジとか、あ、オレンジだとちょっと違うかな。メロンだ。あ、メロンは OK、 全然 OK。 シャインマスカット、まあ、ブドウとかでもいいよね。まあ皮ごと食える方がいいかなって感じ。まあいろいろできますんで。ハーブは、まあ、今回ディルを使うんですけど、ミントでもかなりいい。カプレーゼって言ったらバジルをさ使いがちなんだけど、果物にはそんなに合わないかなって感じ。トマトとの相性はいいんだけど、果物を使うんなら、まあ、ディルかミント、大葉とかでもありかもしれないな。オリーブオイル、これは絶対必要。塩も絶対必要。ホワイトペッパーはあってもなくてもいいやっていう感じです。で、なんと混ぜて終わりです。切って並べて終わりだ、はい、じゃあ切っていきます。これもしながら英語でやるっていう、ね、マジで意味わかんない方。イチゴ、モッツァレラチーズと同じかちょっと多くてもいいかなって感じ。信じられないぐらい形悪いイチゴ入ってるから。スプーンみたいなイチゴいるよ。そしたらこれでいいです。切るから。切るから、うん、モッツァレラチーズをこのポコンと出します。このあの汁はあの非常にあの体にいいので、これは一気飲みします。はい、怖い。ハーブはね、本当は軽く洗って濡らしたキッチンペーパーに巻いて冷蔵庫に置いとくとシャキッとしますが、今回はこのままいきます。これはね、まあ、お好きなだけっちゃお好きなだけなんですが、半分ぐらいいこうかな。金魚鉢に入ってそうでしょ。卵産むじゃん。松もだよ、それは。まあ、イチゴもね、洗ってあげて。ああ、そうです、ね。え、取っちゃったけど、ついでにちょっとディルも洗ってあげるといいよ。ああ、いいです、うん。はい、こんな感じですね。洗いました、洗いました、水切りました。これは飲みます。うわモッツァレラとイチゴを、まあ、同じぐらいの大きさに角切りします。一緒に食べれば別にどうでもいいっちゃいいんですが、可愛いかなと思ってます。はい、ポン。イチゴもですね、はい、まあ、こんな感じで、ね、形悪いやつもね、切ったらようわからんくなるから。でですね、ディル入れる前にオリーブオイル、これ結構入れてください。大さじ3ぐらい。これケチると美味しくないから。オリーブオイルはごくごく飲んでもいいぐらい OK なオイルという。 OK なオイルです。オレイン酸が多く含まれていて、ダイエットとかにもおすすめの、まあ、特に糖質制限はね、量脂質を取らなくちゃいけないから。チーズは結構いい。モッツァレラとかはタンパク質かなり入ってるから。加糖は大丈夫、ちょっと避けた方がいい。ただ砂糖とかよりは全然いいよね。ただそれ以外にもこうビタミンとか抗酸化作用とかいろんなものが入ってるから、トータルいいかなって。果物とかはね、 PFC バランス的にはそんなに良くないかなっていう感じだけど、それ以外のビタミンとかも大事だから、結局なんかいろんなものをいっぱい食べた方がいいんだよね。ここサッと入れる。そう、オイルがちょっとこの下にちょい出るかなぐらい、こんぐらいね。出ないかなぐらい。そうオイルをコーティングした後に塩を入れます。そうすることによって塩が果物に当たってベチャベチャになるのを若干塞ぎます。塩もね、はい、割と効かせた方がいいから、小さじ半分ぐらいは入れたかな。甘いのが好きな人はちょっと砂糖入れたりしてもいい。まあいいかな。ただやっぱり塩分がないと美味しくならないカプレーゼとしては。でこれちょっと味見してみる。もうちょい油効かせたら塩効かせないと薄い感じになる。だからなんか薄いなって、濃厚さが足りなかったら塩と油両方足して混ぜてあげて。ディルはまあここに混ぜてもいいし飾ってもいいっていう感じ。今回ちょっと混ぜてみっか。この風味がやっぱり大事なの。草、もうこういう食べ物めちゃめちゃ舐めてますね。そうですね。いいとか悪いとかじゃない、舐めてるから、うん、はい、これで完成です。お盛り付けはね、ティースプーンに3個ずつ入れたりするの。ああ、そういうのもいいね。許さないから
まあこれにね可愛く盛ってあげてパフェ気分 で上に純粋なやつを、はい、完成です。ここからはズキッチン。今年のホワイトデーはこれで決まり、いちごのカプレーゼです。はい、どうぞ召し上がってみてください。いただきます。はい、あ、一緒に食べる。うん、一緒に食べてみるか。いただきましょう。じゃあね、いただきます。はいよ。わあ、すっぺー、いちごだな。見たままの味がしますね。あ、ほんと。甘め好きな人はね、蜂蜜混ぜるといいかな。はいはいはい、はい、うん、砂糖より蜂蜜って感じ。蜂蜜かけてみるか。蜂蜜をかけました。はい、これ何ですか、サラダですか、デザートですか。前菜ですね。デザートでは全然ない。うん、甘いのがいいでしょう。それ今蜂蜜かけたじゃん。はいはいはい。それをワインで補うね。甘口のワインを合わせることで、ね、ペアリングの料理として完成するっていう。それで飲んでみて。美味しいです。美味しいでしょ。ワインを美味しくさせる料理っていう感じですね。はい、割とあのスーパーにも売ってるやつですね。アスティスプマンテ、イタリアのスパークリングワインの甘めのやつ。したらこれさっきのあの蜂蜜入れてないやつ、それ口に入れて、それ口に入れて口の中で合わす。なるほど、わかります。わかったでしょ。つけてないやつとこの甘口のスパークリングの方が合うじゃん。なるほどな、はい、これがワインペアリングです。かけたらいいんじゃん、はい、それでもいい。これこのワイン万能で、これ使ってフルーツポンチとか作っても美味しいね。蜂蜜かけたやつには辛口の白ワイン、ソービニオンブランとかね、これが合うと思うぞ。なるほど。面白くない。これ自体は面白いけど、なんかこの洒落た感じが気に食わない。このベリー系のね香りとかはね、赤とも合いますから。赤もわかるけどさ、うん、許しはしない。お店にいるソムリエの方に、うん、そうって言われたら、うん、わいってやっぱ深いですねって言うよ俺は、はい、家ですな。これスーパーで全部できますから、友達ん家とか行った時にパッとやるね。パッとさ、プリンとか買ってこい。プリンとかプリンにこのアスティスプマンっても美味しいから。やかましい、やかましい、乗せてくん。冷蔵庫に置いとくといい。え、これ美味しくない。このサイズなら飲み切りやすいやん。うん、案件みたいになっちゃった。マルティーニさん、マルティニさん、今日お待ちしております。こういうのを、うん、俺みたいなタイプも一回やっぱ踏んでから文句言わないといけないと思う。まあ、それはそうだね。そうそうそう。で、俺は食って、うん、味も、うん、ペアリングも認めた上で、うん、全然悪くないからね、はい、ぜひやってほしい、はい、やってほしいと思うけど、俺はみたいな。それがココロチャンネルですから。そうそうそう、はい、お疲れ様でした。いちごが酸っぱかったのが良かったね。またさ、蜂蜜かけて、あ、美味しいねって、うん、で、それと同じように甘口のワインでそれ以上の効果が生まれるねっていう、あれはめちゃめちゃ良かったね。作り方も説明の時も言ったけど、果物いろんなやつでやっても面白いから、うん、これに生ハムとか塩でちょっと締めた白身魚とかカルパッチョみたいなね、それ合わせも合うんだよ。確かに。ナッツとか入れても面白い。あら、いいね。まあ彼女なり友達呼んで、うん、メインの料理、例えば肉料理とあとパスタとかも作れると思う。前菜が一番最初に出て一番盛り上がる。これ食ってる間にパスタ作ればやるんだ、うん、そういうことです。なるほど。この後撮影するのはですね、ワンパンでスパゲティカルボナーラ、ついにやります。始まります。新生活シーズンに合わせて公開いたしますので、うん、はい、はい、交互期待で。ココロチャンネルはですね、楽しい料理、おしゃれな料理、雑な料理、全部美味しく作ります。チャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。すごい喋っちゃったなーって今思ってたんだよ、うん、今酔っ払ってんだと思う、うん、ああちょっとね一瞬でね、よくない、よくない、一瞬でやっぱりダメだ。はい、じゃあこの後